バースデーザビギニング、ゲーム内容大紹介、最終回ということで、今回はセレブレイト、祝福、これをテーマにしてゲームの内容を紹介したいと思います。まあ基本はそのストーリーラインにのっとって、そのまあある生物を誕生させて発展させるまでというのが、まあ一つのゲームのパッケージになってるんですけども、その後もまあ自由に遊ぶことができます。で、大きなモチベーションとしては全ての生物を誕生させようっていうのがあって、ゲームの中にライブラリーというのがあるんですけども、それをこうコンプリートしていくことが大きなモチベーションになります。最初そのストーリーをクリアすることによって多分半分ぐらいは埋まるんですけども、その後にその継続してプレイをこうしていくことで、だんだんそのレアな難しい生命をこう発生させていく。それはその一番ベーシックな変わった楽しみ方の一つですね。それだけではなくて、その未知の生命体、その実際にいるかどうかわからないけども、みんなが知っているような謎の生命体みたいなものをこう誕生させることもできる。これはある一定のその制約、決まり、ルールの中で目的の生命を誕生させましょうというゲームで、モードでタイムアタックになってます。で、そのタイムアタックでハイスコアが残っていくので、いろんなやり方を試して自分だけのこうやり方でそのタイムを短縮していくみたいな。3回にわたって紹介してきたこのバースデーザビギニングですけども、本当に遊んでみると、なんだろう、ビデオで見たことのない、見た感じとまた違う、すごくその新鮮なゲームプレイが体験できると思います。今までになかったこと、味わったことのない感覚を味わえると思いますので、ぜひ皆さん手に取って遊んでみてください。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。